さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございますということでございます。2020年12月4日、12月入りましたんで、月が変わりましたので、アシスタント変わる予定でしたが、お前かいということで、ね、また引き続き安田、はい。安田さんでございます。はい、安田でございます。よろしくお願いします。年末はね、バタバタしますから、若手とはゆえ、はい、忙しくなりますんで、みんなね。あ、はい。だからまあ安田ぐらいしかいないということでございますね。ね、はい。すみません。はい、ご容赦ください、安田でございます。安田さんでございます。はい。はい。まずはでもやっぱり日本が盛り上がってますから、この話題からでしょうか。はい。ラジオネーム、半田長治 FM 群馬。はい。私の住む群馬県にはジャパンスネークセンターという場所があります。世界各国40種類以上、200匹ほどの蛇が展示されていて、蛇との触れ合い、記念撮影、お食事タイム、ハブの毒採取実演などイベントも充実しております。しかしオープンから50年以上経っており、建物はかなり老朽化をしております。ちなみにレストランは人手不足により休業中。そこで先日有吉さんが話していたヘビワールドカップが開催されるなら、ぜひジャパンスネークセンターでお願いします。あとオンラインショップ、アパレル、トートバッグなど買えます、よろしければ。このやっぱヘビーワールドカップのねことでちょっと日本中が結構盛り上がっておりますけれども、私ね何回も言いますけどね、ヘビーワールドカップっていうのはヘビー同士が戦うことなんですよ。ね、一回戦ハブ対キングコブラ、ね、アナコンダ対マングース、マングースじゃないですね、アナコンダ対アオダイショウとか、そういうガラガラヘビ対とかいう試合ですから、私全く関係ないんですけども、まあ、私はだからそこのヘビーワールドカップで1位になったヘビを殺すっていう。殺すなよ。ね。1位になったら殺すなよ、最後ヘビーワールドカップでヘビが、クワーサザザザーつって、ヘビーワールドカップね、ヘビ型の金色のカップをこう、口合いカーって噛んだら、あーってやってるところをズバーッとヘビの首を切って、ね。ってことす。それだけの人間ですから。なんてことすんだよ、それ。ヘビワールドカップが盛り上がれば、盛り上がるほど私はやっぱりね、悪役になってしまいます。はいはい。まあ、盛り上がってほしく、これ以上盛り上がってほしくないな、というふうに思ってるんですよね。ヘビの方じゃないんですよね。盛り上がってんのは。ヘビの方じゃない。ヘビの方じゃない。いつもはね、この後半の方の9時からの時にヘビの話題になったりするんですけど、8時に繰り上がりましたね、ちょっとね。ついにね。ヘビの話題。格上げされてきます、ね。盛り上がってるんでしょ、それだけ日本。そうなんですかね。まあ、ヘビーワールドカップも盛り上がっておりますけれども、という話ですね。はい、はい、はい。サッカーワールドカップ。はい、そうですね。ね。はい、日本が、ドイツとスペインを下して、ね、はい。決勝トーナメント進出という。まあ、勝ってないんだね。あれね、決勝トーナメントで、よくよく考えたらね。そうですね。これ勝ったらベスト8。初めてということなんですよね。はい、見てますか？寒い中。寒い中ね、朝4時ぐらいになって一番寒いと思いますけど。まあ、歩いてる時間か？いや、歩いてないですけどね。はい。見ましたよ ね。冬の4時なんて歩いてる時間だとは思いますけど。歩いてる時間、歩いてる、ね、昼寝てらっしゃいますもんね。昼寝てないですけど、昼も寝てないんですけど。昼間の方がね、暖かいからね。昼寝てね、夜歩くという、ただただ歩くというパターン。そういう人じゃないんですよ。そういう、言っちゃいけない人じゃないんですよ。言っちゃいけないことは言ってないです。安田さんのことは。はいはいはい。寒い中。いやいや、寒くないですけど、見ましたよ。ちゃん起きて。どこで見たよ。家で見ました。電気屋さんの前で。いいです。電気屋さんやってませんから、4時から。電気屋さんの前で。見ません、見ません。ビッグカメラとか言って、録画のサッカー見てんじゃないですか、昼間。やってたんですかね、それはね。マッサージ機で寝てるんですもんね。寝てないです、そんな。そんなとこ、そんな迷惑な人じゃないですから、ね。ずっといる人いますか。見ましたか。見ました、一応、はい。すみません。はい、もう徹夜して、それとも4時に起きて。4時に起きてる。4時に起きてる。はいはいはい。ああ、なるほどね、そうでしょうね。はい、どっち応援してたんですか？いや、それは日本ですよ。それはそうですよ。いや、なんかね、ご飯くれる方応援するみたいなのありますけど。あります、あります。そんなことないです。はい、なんかそう、なんかスペインにかけてたとか、日本にかけてたとか、そういうのはないんですか？そう、はい、賭博的なことはしてませんね。全くない。はい、してませんですよ、はい、じゃあ日本勝った時どれぐらい嬉しかったんですか、じゃあ。いや、もう本当にもうテレビで見るような感じの人たちいるじゃん。まあ、あそこまで大声出さない。思わず。思わず、思わず何と言いました。
いや、こう、肩っていう感じですよ。普通です、ね。一般的です。それ相変わらず普通です。家ですもん。家大体そうですよ。家でね、それはそうですけど。はい、いや、だけどやっぱりこういうね、仕事してまして、はい、私のラジオのアシスタントも長くね、勤めてらっしゃる方ですから、はい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 、面白いことでも言ったのかなと思ったんですけど、はいはい、まあでも正直でいいですよ。正直。思わず、なんて言ったんですか、日本が勝った時。肩So much stress. Power for lunch program. さあこんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、12月になりました。アシスタントこちら、はい、デンジャラス安田です。お願いします。本当にね、今のよろしくお願いしますでさえ噛んでしまうね、本当にもう老害っぷりですけど、ね、見逃さないですね、さすがですね、本当に、はい、まあ本当に日本がね勝った時なんて言ったらさ、勝った、それは噛んだわけじゃない、サービス精神のかけらもないですけどね、勝っている、溜まってるんですか、はい、俺はもう勝った時はもう思わず言ってしまいました、ね、はい、なんて言ったんですか、やったねーと俺に対する罵倒を返してくれよ俺に対する罵倒をお前もじゃねえかお前もじゃねえかっていうか大体なんだよ、ほぼほぼそこで面白いことを言う人あんまいないから、夢中になってないから、日本が勝ちました一言どうぞそんな大喜利ない、大喜利ないですから、そうですか、はい、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーマー、改めてアシスタントは、はい、デンジャラス安田です。お願いします。生放送メール募集いたしましょう。日本は当然ワールドカップ一色でございますね。大事な最新の情報を見逃している可能性がありますね。ワールドカップに夢中になりすぎて大事な情報を見逃している可能性がありますので、テーマはこちら、いろいろ最新情報、政治経済社会エンタメ、見逃している最新の情報を教えてください。大和田信也さんがね、ポケモン初めての挑戦期ということでポケモンのプレイを実況中継しておりますね元光源氏の大沢幹夫さんが東京都北区の区長選へ出馬を表明ということですね。北区の方じゃないでしたっけ、生まれは。僕は江戸川区、江戸川区、生まれは目黒です。目黒、はい、育ったの。つけよ、いい加減。いや違う違う、本当なんですよ。何なんだよその見え見えの張り方。違う違う、病院だけでしょ、違う、なんかたまたま本籍がいいいいいい、 いいもう江戸川区でしょ、じゃ江戸川区なんですけど、もう江戸川区でしょ、ずっともうね、生まれも30がから、はいはいはい、はい、まあまあいいんですけど、はい、ね、流れ着いた川が江戸川区だったと。そんなことないんですけどね江戸川区でございます。あとね、まあ東山紀之さんが探偵ナイトスクープ顧問で登場とかね、渡辺直美ちゃんが20キロ体重が減ったとか、直美とユリアンが体重増えた減ったはもういいよあいつらはおしゃれみたいなもんだから、ちょっと今年ちょっと痩せてみようとか今年太ってみようみたいなところだからもういちいちそれいいですけどね、この子たちは。あとフジテレビのお昼のワイドポカポカ、来年の1月から放送スタート、はい、これはまたね、私たちとすればまた別の見方もありますね、やっぱこれは、うん、ハライチとめぐみさんの直接対決鍋プロ内でのね対決ございますね。そうですね。でこれちょっと辿ってみたらやっぱりね、うん、今やってるめぐみさんのひるおびね、ひるおび、はい、ひるおびのところはね、もともとはね、はい、ドンやってたんです
ああ、日テレの方で ね、 ね、あ、そうです。大木のね、大木もや、大木もポンやって。ポンやってた。ああ、そうだ。その辺、ポンの裏でしたから、そもそも。ああ、そうだ。ポンの裏ですから。ああ。ナベプロはそうあるんですよ。意外と。そうなんだ。まだ楽しみです。社内で。どうなるんですかね。どうなる。広尾出てる人はポカポカ出ないでしょうしね、当然ね。お母さんも言ってましたもんね、そういうふうに、ね。はい。楽しいですね。楽しいですけど。どういう楽しみ方してるあとは、結構でもどうなんだろうね。ポカポカってレギュラーね、別に特に発表もされてないけど。うん、でも1月スタートなの？そうですね。声かかってんじゃないの？いや、今んとこ聞いてないんですか。かかんねえよ。いい加減にしろ、本当に。参ったな、ね。罠に乗っただけだろ。簡単なルアーに。でも「ヒルナンデス」でしょ、はい、あとは「はい、ヒルナンデス」だもんね。ということは魔石は出ないでしょ多分。ああ、そういうことですか。事務所のあれね、吉本の下で結構出る。でもどうなんだろうね。はい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 。あとは何やってんの。ワイドスクランブルとか。これは、はい、テレビ朝日やそうですよ ね、 ね、はい、どうなんでしょうかね。ね、声かかったらどうします。いや、まあそれは、はい、かかんねえよ。楽しくしてろ、江戸川で。2回もやるんだね。年間 CM 起用者数、はい、芦田愛菜ちゃんが17社で初の1位、はい、ですって。うん、すごいね。ついに天下取ったね。ねえ、そうですよね。芦田愛菜ちゃん本当ですよね。ああ、やっぱり本当に悪さしないっていうのは大事だね。うん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 。悪さしそうにないもんね、芦田愛菜ちゃん、ね、ないですね、本当ね。芦田愛菜ちゃんがやっぱり覚醒剤で捕まるっていうイメージ湧かないもんね。湧かないですね、絶対にね。絶対ないでしょうね。いい素直だし、演技も仕事もできるし、賢くて、はいはい、可愛くてってなると、はい、そりゃそら CM やらせたくなるよね。うん、うちだってやりたい、うちだってやりたいじゃない。うん、でも、ああ、今すいません、競合があって、飲み物はもうここやってるんで、車はここやってるんで、そっちはできないんですよって断ってる状態じゃない。だって、あ、そういうもんなん、全部やらせたいでしょ、芦田愛菜ちゃんに。芦田愛菜ちゃんにやらせてればもう、絶対安心じゃん。でも、CM がずーっと芦田愛菜ちゃんに。ずーっと芦田愛菜ちゃんに。だって、芦田愛菜ちゃんがやってたら、うーん、なんかわ悪くないなって思うじゃないな。だからやっぱりいいんじゃないですか。うん、隠せずやんないなっていうイメージ。やらないです。レーダーにも上げなくていいですよ。絶対やらないですから、ね、絶対やんないよ、ね、絶対やらないですから、ね、いやだからもっと俺ももっともっと頑張って、はい、その覚醒剤をやらないっていうイメージをつけていかないと、ね、誰ちょっとでも1ミリでも思われてたらやっぱりそらやらせてもらえないもんね。じゃあまず私はめちゃこみさんやってるんだけど、はいね、はい、めちゃこみさんはそう思ってくれてんのよ、はい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 、有吉絶対覚醒剤やんないよ、はい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 、だからやらせていただいて、はいはいはい、だけど他の、はい、まだいっぱいいろんなところがあるけど、はいはいはい、そこは誰かがいやちょっと待って、はい、0.01% でもやる可能性ありますよあいつはって思われてるのよ。だから CM 来ない。じゃあ僕からの意見も言っていいですか、うんうんうん、覚醒剤って言葉はもう使わない方がいいと思います。そうすれば来ますよ多分。そうですか、はいはい。何回言ったんですか今のくだりだけで。俺はね確実にねこのラジオがね、はい、影響してると思います、はい、俺がねもうちょっと CM やらせてもらってもいいじゃないってね、どっか自分でのね、いやそうですお願いしてる。問題もそんな起こしてないしね、はいはいはい、どうもなと思うとやっぱり、ね、このラジオだと思うね俺。あの僕もそう思います。このラジオさえやめればねもう1本か2本はね、はい、CM がね決まる可能性だけはでも広がる可能性は広がると思うんですね。いやいや相当広がると思う。このラジオをやってるおかげで、はい、CM の可能性は狭くなってるんだ。そうだと思います。このラジオで余計なこと言うからどうしても。そうですね。だから僕が思うのはこのラジオやってもいいから、うん、放送しなきゃいいなと思ってます。いやそうだね、はい、このラジオをね、はい、なんとかもうちょっと地下に潜らせたい、ね、最初から言ってんのよこのラジオはね。あんまり大っぴらに言わないでくれとかね、はい、東京では放送してないんでこれは本当は、はい、東京には電波飛んでないんですよ。そうですよね。ね、そのつもりでやってたのに今時はもうラジコがあるって言うんだよ。ラジコが本当だからもう全国どこだって聞けるようになっちゃってて。そうですね。もう地下化していきたかったらもうマフィアと一緒で地下に地下に地下にこう潜っていきたかったんだけど、はいはいはい、これがどうもねやっぱり表に出ちゃってるからね。もう出ちゃった CM 来ないよね、はい、
川口春奈ちゃんと本田翼さんが2位で16社だ。16社だからこの2人も覚醒剤やる心配ないまあやる心配ないでしょそれもちろん。恐ろしいね、クリーンっていうのはすごいね、はい、なんとかだからどうしようかね。だからもっと言っていかないとダメだろうね。私は本当に覚醒剤が嫌いですって、ね、覚醒剤で触れなきゃいいんじゃないですかいや触れなきゃ怪しいじゃない。なんでいや誰か覚醒剤うん、それはやめましょうみたいなそんなその話やめましょう、もう今日はもうなんか変だよやめましょうそんなの覚醒剤の話なんてもうやめましょうよだから言うおかしいよもうそんな楽しく会話してんのに変じゃないなんて言うのはおかしいじゃないそんなのやってるわけじゃない、やってるやつよりかそれしようね、はい、お願いしますだ、はい、ということで有吉秀樹のサンデーナイトドリーマーのホームページやメールホームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。うん、なんかね、あと渡辺徹さん61歳で亡くなれてもうすごい残念だね、はい、優しいよね。なんか結婚した時もね、うん、郁恵さん返してお祝いくださってね。あ、そうなんですか。すごいお祝いくださってで、ちょっと NHK のカネオくんって番組たまにゲストも来てください。はいはいはい、はい、あれショックね。うん、あ、なんかなんていうのすごいよね。11月の20日に発熱あって、うん、11月の28日のお亡くなりになって1週間でお亡くなりになって。そうですよね、怖いね。病敗血症だってよ、うん、やっぱ皆さん注意してくださいよ、うん、あとはね M1 ね、はい、決まったんだって、はい、決勝ね9組があとだから敗者復活枠もあるんですよね。はい、ありますね。だから結局10組になりますけど、はい、ダイヤモンド、男性ブランコ、壁ポスター、うん、ロングコートダディ、さやか、真空ジェシカ、Q、ウエストランド、米田2000、うん、であと敗者復活の1組と、はい、タイタンね、タイタンが2組、うん、キュートウエストランですか、うん、すごいね、うん、またプロはなし、なしです、ね、残念ながらあいつらがストレッチーズが準決勝、準決勝だから敗者復活には出れるんじゃない。あは出れる、はい、ですかな。もうだから私も結構予想とかしてたんだけども、はいはいはい、ちょっと当たりすぎてね、もう呪術師としての実力が上がりすぎちゃってて言ったことがちょっと現実化しちゃうとちょっとねクレーム来ちゃうんでね。そうですか、やっぱり各会社からねそんなこと言わないでくださいプレッシャーにもなっちゃうんで、はい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 、もう辞めましたもん、はいはい、占いの仕事、呪術師の仕事仕事だったんですね。もう、はい、蛇を殺せば殺すほど自分の力になっていくというね呪術師の恐ろしいところなんですけど、そうですか、蛇を殺して蛇の生き血を飲むたびに自分の中の重力が上がっていく。あ、そうだったんですね。だいぶ殺しましたんでね。あ、もうやってたんですね。じゃあね、じゃあ CM 来ないですね、そんなことこれもダメなんでしょうね。ダメなんだと思いますよ。よっしゃ、蛇殺すからねそうだねちょっと毎週言ってるし、すいません、有吉さんにちょっと車の CM やらせたい。いやでもあいつエビ殺すんだそうなっちゃうね。誰かがまた聞きしてね、また聞きするとまたちょっと嫌なイメージになっちゃうからね。そうそう、内容はね知らないですから。そうなんですよね、はい、ヘビを殺すっていうだけになっちゃうからいやそのアナコンダから人を救うためにヘビを殺してるんだっていうところから、もう話がもう、ま、もう曲がって曲がって曲がりくねって寄り道しちゃって、もう有吉はヘビ見かけたら殺す男だっていう風に今なっちゃってるからね。車でヘビ殺すんだろあいつってなった日にはな、大変だしね。なんかお酒の CM なんかのあいつヘビ殺して酒につけてるんでしょうみたいなね、イメージがついちゃうから、ちょっとあんまり聞いてほしくないんですよね。だからね、このラジオをね、やっぱり一般の方はね、本当にいわゆるゲスナーって言われてるね、闇の人間たちとね、闇の人間と闇の芸人でやっぱりやってたことなんで、あんまりちょっと公にしてほしくないんですよね、ここでの会話を。あと相変わらず俺にだからラジオ聞いてますっていうのやめてください。お願いします。緊張しますから。一旦ブレイクさせてください。はい。Stay night, dreamer. Live on air.
今日メールテーマ、まあいろいろ最新情報いろいろ教えてくださいということですけども、はい、ラジオネームスイッチ安田は他人の家の窓からテレビを覗き込んでワールドカップを見ていると思うんですが通報されたことはないですか。まずそれをやってないので大丈夫です。ええー、ってなるんだ。すごい。いやそんなもんじゃ済まないでしょ。あんな夜中4時ぐらいに覗いてたら。ラジオネームボナペティ、はい、安田は安田さんね、クロアチア戦どっち応援するんですかと。日本ですよ、それはもちろん日本に決まってるんです。そういうのありますけどもね、はい、あとねこういうのもね、いつもすいませんね、ラジオネーム金作 FM 青森、はい、先週柿を送ってもらってね、柿いただいたりしました、はいはい、安田も持って帰ったと。安田さんも持って帰っていた、まだ FM 青森、はい、金作、ちょうど1年前メールを読んでいただき、椎名林檎のけっぱれ青森、何でしょうかねこれ。あ、歌ってらっしゃいます。フレーフレーですか。あ、なんか、はい、フレーフレー頑張ってね、頑張って頑張って、けっぱれ青森、けっぱれ青森ですかね。それです、それです。知りませんけど、それでした。うる覚えですけど、なんとなくそれ、そ僕もうる覚えですけど、それでした。はい、有吉さんのけっぱれ青森を励みに1年間リンゴを作り、はい、けっぱれましたと。よくわかんないけど。またフォロワー数220万人のインスタグラムにリンゴを載せていただき、有吉様のインスタグラムにゲスナーから8いいねをいただくという大変名誉な反応をいただきました。ありがとうございます。この辺ちょっと皮肉やめなさいよ。大変感謝しておりますでやめてほしいんですよね。スポンサーの方々が聞いてますんでね。ボケてフォロワー数220万人の229万人ですけどね、今ねのインスタグラマーね、有吉様のインスタグラムにリンゴを載せていただき、大変感謝しております。はい、してください、はい、有吉さんのインスタグラムにリスナー様から8いいねいただく、やめてくださいね。本当にありがとうございました。昨年同様少量ですがリンゴ受け取っていただけるとすごく嬉しいですと、ということでございます。ありがとうございます。いつもいつもなんかあのなんか季節のものをね、うん、柿も送っていただいて、リンゴも送っていただいて、うん、あのすだちなんかもいつも送っていただいております、はいはいはい、ね、モンクレールのダウンも送っていただいて、あ、そうですね、本当に、ね、素晴らしい、いつもありがとうございます、はい、季節のものいつもありがとうございますね。本当にもう冬ですからね、そろそろモンクレールの季節でしょうね。大丈夫です、大丈夫です、もう大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。季節のもの違いだよ、違いです、違いすぎるだろ。いや、いつもでも本当にあのフルーツ、あの送っていただいてありがとうございます、はい、もうでも皆さんお気遣いなく、もう本当に、はい、うん、私たちというか、まあ、あの安田以外はちゃんとね、あの自腹で買える人間ばかりですから。いや、まあ僕も買ってますけど、ね、気遣いなく、はい、あのお気持ちだけで嬉しいですけれども、はい、今年もリンゴありがとうございます。ありがとうございます。あとはいつサッカーは、明日、明日の午前0時、ね、午前0時、はい、それこれだ、ラジオの野生の豚骨ラーメン、はい、日本戦は夜24時開始、電気屋が開いてない時間帯ですが、安田さんどうやって試合会観戦されるんでしょうか、スポーツバーに壁に耳を当てるんでしょうかとか。いや、行ってんだったら中に入ってきますよ。スポーツバーに行くんだったら、どっちで見てんの、結構アベマでやってんのとね、テレビでやってる。いや、一緒、テレビの方で見てるんですけど、俺も結構テレビで、でもなんか話題は割とアベマの方が、ね、話題はね、本田圭佑さんのね、だから今度はアベマで見ようかなと思って、圭佑さんね、徳ゴーン若いろーつ、そんな感じでやってるんですか。次行ってよ、曲行ってよ、くわ、渚ホテル。いや、曲紹介しちゃったよ、本田圭佑で、渚ホテル、違う、桑田圭佑さんです。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門、ね、闇の地下12階からお送りをしてます。7階ですけどね、
はい、今月のアシスタントはデンジラスの安田です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせていただきます。まずはこちらのニュースから。流行語大賞は村神様。森さん中の、ですね、そっちの村上さんじゃないんですけど、新語流行語大 流行語大賞は村上さん、はい、村上様でございます。が年間大賞に輝きました。村上様は今季の5打席連続本塁打、史上最年少三冠王、日本選手最多56本塁打など数々の偉業を成し遂げたヤクルト 村上宗隆内野手の愛称でございます。ちゃってもう 村上って言っちゃってんの村上宗隆さん。宗隆をさ、はい、間違えずに言おうと大事にしてさ、村上って言っちゃってるじゃん、もう。アホだな、お前。村上宗隆内野手の愛称でございます。昨年の年間大賞に選出されたリアル二刀流ショータイムに続いて、野球関連が2年連続受賞となりました。うん、そうなんですね。ございます。あ、じゃあ森さん中の村上さんのことじゃないんですか。ではないんです。村上さんかと思ってましたけど、はい、村神様って。ノミネートされてるんです。まあ、この言葉自体がそんなに流行ったかどうかは別として、この村上のことはすごい盛り上がったもんね、やっぱりね、はい、すごくね。これでも、あれだろうね、やっぱりこの時期に、発表するから、うん、追いつかないよね。ワールド絶対にワールドカップじゃん、はい、今回に限ってはね、はい、12月31日に発表したいだろうね、本当はね。本当はそうですね。あ、うん、絶対何でしたっけ、半端ねえだっけ、半端ない半端ないって、おさっぱ半端ないですか、半端ないとか違うんですけど、はい、アフロのね、アフロのあいつの一軒家作った、あの息子が歌がうまい、あれ一軒家作った、は早食い大食いができる、なんだっけ、アフロの大食いのやつ、漫才コンビのトータルテンボスの、大村って言うんですか、トータルテンボスのさ、 あいつそっちの半端ないですか、藤田君ですか、藤田のさ、半端ない、そっちのですか、大迫でもないやつ、ね、とかねじゃなくて、まだね、はい、12月31日までだったら可能性があるわけないですよ。なんでだよ。いや、そうじゃん、今出てこなかったじゃないですか、まず。いや、今は出てない、12月4日では出てないけど、はい、12月31日には、はい、あいつが、藤田が誰かサッカー選手に、おぉ、パンパレー、パンパレーつって、それがバーッと盛り上がるかもしれない。今ですか、誰かサッカー選手が友達いてさ、うん、三笘あたりがさ、はあ、あ、藤田さんと友達なんですよ、パンパレーって言って、まあ言い出したらね、三笘さんがさ、はい、言うかもしれない。ほんで半端ねえがグーッと入る可能性もあるからね。いや、それだったら、ね、12月31日までだったら、まあそれだったらそうかもしれませんけど、大阪半端ねえみたいな、それはもう前ありましたからね。何年か前にありました。三笘半端ねえ、ね、それ誰が言うんですか、それは誰が言ってんですか。いや、藤田、半端ねえ、藤田君言うんだ、うん、ね。まあそうだね、すごいね、あの人は、あの平愛理ちゃんの旦那さんは、長友さんは、長友さんね、はい、ブラボーだね、何でそんな声で、放送禁止用なんかすごい 目つきで言ってない、大きい声で、大きい声で言いましたよ、すごいね、はぁ、はい、言ってますよ、いらっしゃいます、ブラボーって言いましたよ、ブラボーって言いましたよ。なんで小声で言うんだよ、ほんとに。いや、すごい剣幕 で言ってました。すごいっていうテンションでさ、そうですよ、興奮して言ってらっしゃる、やっぱ勝ったりいつもなんかすごい紳士なイメージあるじゃないな、はい、平愛理ちゃんとか、はいはいはい、急にすごいからさ、はい、細菌臭、興奮して細菌臭を言ってんのかな、夜中だしあれ、なんて言ってんの、ブラボーですよ、ブラボー、それ小声で言うね。僕は大きい声で言ってるから。Stay Night Dreamer Live On Air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Stay Night Dreamer。さあ、引き続きニュースでございます、ブラボー、はい、はい、挟みましたけど、続いてはこちらのニュースです。ネーミング大賞発表、流
語大賞ならぬネーミング大賞。はい、今年最も賞賛すべき商品名、サービス名、社名などを選ぶ、日本ネーミング大賞2022の最優秀賞にカニ風味かまぼこ、ほぼカニが選ばれました。不漁続きのカニの代わりにタラのすり身を使った点が水産資源の保護を謳う SDGs の理念を先取りしており、商品名がそのことを分かりやすく伝えているというのが受賞の理由となっています。ほぼカニ、ほぼカニ、まあいいよね。はい、ほぼカニだって。うん、ほぼカニっていう感じで、あれだもんね、ほうれん草の芯をそうやって食べてんでしょ、多分なんかしら。ほうれん草、ほうれん草の、あの、ほうれん草のさ、はい、芯の土についてるとこがちょっとあの、あ、紫っていうか、ちょっと赤みがかってるじゃん。そうですね。それ新鮮な証拠ですからね、そっちは。あれ、で、あれをほぼカニだと思って食べてるでしょ、安田さんは。まっすぐ言いますけど、ほぼほうれん草ですけどね。いや、ほうれん草だ。ほうれん草ですよ。ほぼじゃないんですよ、それ。ほぼカニ。ほうれん草で、あとやってないからね、ほんとね。ほぼカニだって。SDGs ね。うん。SDGs のさ、よく話入れるじゃない。はい。それ大事なことだってわかんないけどさ、なんか、はい、なんか、徐々によく薄まってきてないっていう俺イメージあるね。あ、そうですか。もうなんか、あ、SDGs なんかやってますか。あ、早めに寝て電気消すようにしてますとか。ああ。なんかですね、冷蔵庫の冷凍庫の今日をあの注意してますとか。はいはいはい。朝早い時はカーテン開けて、うん、電気つけないようにしてますとか、うん、テレビでそういう人なんかさ、うん、なんかお気軽に、まあ、ちょっとでもいいからやろうっていう意識は分かるんだけどさ、うん、なんかテレビでさ、うん、わざわざそれ言うことっていう風なことがさなんかこういっぱい出すぎててさ、うん、なんか本当は何したらいいんだっけみたいな。ああ、まあそうっす。ちょっとなってるよね。ちょっとはそうかもしれないです、ね。なんかね。うん。本当は。そうやって言われるとね。ね、うん。なんか本当はもっと企業とかがさ、はい、あれでしょ、うん、服をリサイクル、はいはい、回収してまたそれ生地使いますとかさ、はい、ああいう大きいことはよくわかるんだけどさ、はい、あなたなんか SDGs やってますか、うん、ご飯、半分残した時電子レンジ使わずにそのまま冷たいの食べてます。まあそうなんだ。まあ言えばね、そうですね。うーんみたいなのがさ、うん、なんか多すぎるんだけど、まあ、もっと自分のできる範囲でとは言うんだけどさ、もうちょっとなんか目標しっかり決めた方がっていつも私はね、環境のことばっかり考えてるもんですから。ね、あなたの SDGs 教えてもらえますか。僕はだからその今言った悪い例のやつしかね、例えばちょっと、いやだから電気をこまめに消すとか、うん、はい、家にこう勝手にやっててください。家にその張り紙だらけなんですよ今、子供が書いちゃって、そういうの買い、紙の無駄遣いだろ。ってなっちゃうの、このもう揚げ足取り合戦になっちゃうのよね。こまめに消したら、だってつけるとき電力いるからね、いるからね、ね、いやでも意識としてはその、うん、こまめに消そうとしてるんだよ、あの貧乏家族はっていう話じゃない。貧乏はいらないんだけどね、あの家族はでいいんだけどね。うん、CM 来ないよそんなことばっかり言ってたら。本当難しいよねっていう。難しいですよ。なんかね。はい。なんか、だから、そういうのでいちいち揚げ足取り しない方がいいんじゃないっていう。なんかね、学校でそういう意識がやっぱり結構あるらしくて。植え付けてんのね、ちゃんと、ね。そうそう、それもあるみたいですね。偉いね。うん、そういう意味では。なんか紙とインクの無駄遣いさせないように。そんなもん書くんじゃねえよ。なんてこと言うんだよ。口で、口頭で言って、こう、頭で覚えるんだよ。アホって言うんだよ、お前。お風呂は1回までとか書いたんでしょ。書くな、紙に。もったいねえ。インクも使うな、もう石油使うな。なんてこと言うんだよ。メール来てやります。はい。ラジオネーム、野生の豚骨ラーメン。僕は、スペイン戦をリアルタイムで見れなかったので、
朝8時に起きてスマホでニュースを見て日本の勝利を知りました。そして僕は思わず声に出してこう言いました、うん、マジか。ラジオネーム、それ送ってきたんだね。カーブの秘訣、はい、有吉さんの CM がね、来ない来るの話ですが、はい、殺虫剤の CM とかどうでしょうかと。ヘビ殺しがイメージアップになりそうです。うん、でもね、それでもやっぱりダメだよね。殺虫剤の CM って大体お笑い芸人がゴキブリの着ぐるみ着たりさ、あのシロアリのね、はいはいはい、紛争したりとかして、はい、殺される側なんですよ基本的には。ね、多いですね、だから蛇を殺す側じゃ強すぎるんですよ。イメージ的に、蛇を殺す人間が殺虫剤の CM やった日には、はい、怖っ、強いよってなっちゃうんですよね。ちょっと強いんですよ。だからこれも来ないんです。だから蛇殺しなんていうイメージつけられた日には、間違ったイメージつけられた日に、あなたたちにちゃんちゅんと言ってんだけどね、毎週。いやだけど、私のヘビ殺しは正義のヘビ殺し、正義だからね。そうそうそう、アマゾンとか、はい、アジアの方で、うん、ね、ヘビに丸飲みされた人間がいるとかいうニュースがあったから、うんうん、そっから俺が正義のために立ち上がったんじゃない、命を救おうと思って、はいはい、俺さえいればなっていう、アナコンダの顎引き裂いて中から人救ってやったのになとか、食べられる前に俺だったらヘビのアナコンダの首切り落としてやったのになって言ってた。その切り落としてるが怖いのかな、ちょっと。そうなんじゃないですか、そこが切り取られちゃってね。そこをやっぱりもっとぼやかした方がいい、退治してとかにした方がいいんだろうね。そうかもしれない、生々しいのかもね、言い方として、ね、俺がアナコンダ退治してやるよ、だったらこれぐらいね、これぐらいやってんだよね、もうど、うん、俺がヘビの腹切り裂いてよ。みりんと醤油と砂糖をついたタレで火炙りで食ってやるよって言うからダメなんだよね。そうですね、言い方をちょっと変えてみて。町の賢者、はい、あなたワンカッパーダンボールが町の賢者となって、よなし、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネーム、論より証拠の大ライス。韓国アイドルグループママムのムンビョルさんが60キロから46キロの減量に成功。その方法が紹介をされていました。1、さつまいも中心の食生活。朝食にさつまいも2本と牛乳、昼食にさつまいも1本と卵とシリアル、夕食にさつまいも2本。2、できるだけ外出をしない。友達に会うということはご飯を食べたりカフェに行ったりすることになるからですね。3、厚着をして運動する。できる限り厚着をしてダンスをすることでダイエット効果をアップ。おい、全国の肉だるま、これより簡単なダイエット方法教えてやる。飲むな、食うな、しこって寝ろ、それができなきゃブクブク太ってくたばれ。ビリー隊長じゃないんだよ。ビリー隊長、まあそうなんだよ、ダイエットもね、あんましすぎもね、どうかなと思いますよ私は。ラジオネーム三平。田中マルクス・トゥーリオさんがスペイン戦の後に自身の YouTube を更新し、以前の動画で日本が16強に入ったら、ベスト16に入ったら、うん、パンツ一丁で走り回ってやると発言した件についてこんなことを言っていました。これは喜んでパンツ一丁で走りますよ。スタッフと場所を考えて嬉しく走らせてもらいます。冬だけどしょうがないですよ。気持ちで気合で体温めて走ります。いやー、まあ冬のパン1ランニングはまあ面白い企画だけど、トゥーリオさん一人じゃちょっと絵面が弱くねえか。まあどうせやるならバズった方がいいだろうし、あのスーパースターを招集すべきだろうな。全国民がブリーフ姿を熱望している伝説の短足ミッドフィルダー、無駄なおしゃれがキラリと光る
川崎の偽 AV 男優外巻きロン毛のガングロアマガエルこと、北田剛だ。お前マジで頼む。あいつも北田剛のキーチャンネルっていう YouTube やってるけど登録者数が2000人しかいねえんだよ。コラボだよ、コラボしてくれ。トゥーリオと北沢が裸でディズニーランド走り回ったら絶対バズるって。なんなら北沢だけでもいいから。すっぱだかでドナルドダック置き去りにする北沢のグロ動画お願いします。好きすぎるんだ。お前だけなんだよ。今回のワールドカップで北沢っていう名前出てんのお前だけなんだよ。三平だけだよ。これってバカじゃないの。あげよう。パン。ラジオネーム野生の豚骨ラーメン FM 福岡。前向きに明るく生きるために本当に価値がある情報を届けるがコンセプトの高齢者の女性をターゲットにした雑誌である春めくを読んでいたら、便利で楽しいネットの使い方という記事があり、雑誌オリジナル LINE スタンプを配布したり、ネットで買い物をお得にする裏技など現代社会のデジタル化についていくための特集が組まれていました。高齢者にネットは100害あって一利なし。うちの親戚の70超えてるジジイはスマホでエラ動画見てたらワンクリック詐欺に騙され、貧血になって子供たちへのお年玉を拒否したり、近所のババアはどこをどう間違えたのかネット通販で同じこたつを3つ注文してみかん感覚でご近所にこたつ配ったりと散々な目に遭ってきた。高齢者たちよ、小銭をジャラジャラ鳴らしてつばつけてお札を数えて堂々とレジでもたつけ。黒電話握りしめてラジオショッピングにかじりつけ。震える手で筆握りしめて達筆すぎるのか汚え字なのかどっちにしろ読みづらい字したためろ。ビニ本読んで股間熱くして高度経済成長期思い出せ。若者にこびるな。お前らの命が燃え続ける限りあの素晴らしき昭和の世はまだ終わらない。勇気が湧きますね。あげときましょう。パン。まあ我が身ですからね。はい、我々も、はい。以上でございます。Stay Night Dreamer Live on air。さあ有吉弘行さんでナイトドリーマーという間に1時間経過というところですけどね。はい。ラジオネーム留守電 FM 栃木。インドの若者の間でフレーバー付きのコンドームを煮込んでその煮汁を飲むことでハイになれるというニュースがありましたね。日本では流行ってほしくない出来事です。これこういうニュースを読んでちゃダメなんだよ。怪しいじゃん。そうですね。君の笑顔に花束をあげた FM 徳島。地元のラジオ局がサンデーナイトドリーマーが今まで8時からの1時間だったんですが、気がついたら2時間になってました。新聞のラテ欄には笑える毒と書いてました。やめてよ。ありがとう。笑えるでいいじゃないですか。, 笑える毒。どういう新聞のラテ欄。ありがたいけどね。ありがとうございます。これあげよう。あげとくわ。住所書いてないかもしれないけど、まあまあ、うん、ラジオネーム下半身暴走爆裂男、こういうラジオネームももう読みつくね。マジイメージアップね。イメージアップだから。よっちゃんとかさ。八百屋のたかしとかさ。商店街会長とかさ。そういうラジオネームを読んでいきたいんだけど。もう街のラジオみたいな。下半身暴走爆裂男だ。こういう人が聞いてるラジオやってる人なんだって思われるじゃん。それが嫌なのよ。FM 栃木、栃木だったよ。それはいいじゃねえかよ。それはね、それは関係ないですけどね。それは全然関係ない。
芦田愛菜ちゃん、今年やって一番悪いこと教えて。え、立ち読みしちゃいました。本屋で立ち読みしちゃう。はい、 CM 取り消し。はいはい、全部、はい全部、はい全部 CM なし。謝罪会見。はい、謝罪会見。はいはい、すぐすぐ。よっしゃ、僕が金払います。金払いますから、ホテルの部屋押さえてください。草の皆さん、私が手土産を渡しますので、どうか集まってください。以上。絶対来ねえ CM。 こんな人っていうか事務所もクビだよ。一部の地域の方、この時間でお別れ、はい、また来週も聞いてください。ぜひ。お相手有吉弘行とインテルス安田でした。この後聞ける方、引き続きどうぞどうぞ。2022年12月4日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵門 JEFA のスタジオから生放送でお送りします、サンデーナイトドリーマーですね。小学生の憧れの人ランキング2022というのが、真剣ゼミ小学校座調べ、はい、1位友達、2位お母さん、3位スパイファミリーのアーニャ、4位ストプリ、5位なにわ男子、6位ルフィ、7位夜、スパイファミリーの夜、8位 BTS、 9位好きな人、10位ドラえもん、ということで、小学生のつまらなささがね、全開でございます。改めて発見しましたね、小学生がつまらない。これね、長きにわたって戦ってまいりましたけどね。うちの姪っ子がね、フリートークがつまらないっていうから始まってね、安田さんところのガキもね、子供ね、フリートークがつまらないという話、トークというかね、いろいろありましたけど、ついにはっきり、これ決着ですね。決着ですか。小学生の憧れの人1位、友達、2位お母さん、もう一回言いますよ、滑ってますから。3位アーニャ、4位ストプリ、5位なにわ男子、6位ルフィ、7位夜、8位 BTS、 9位好きな人、10位ドラえもん、ということでね、これは決着しましたね。大人の方が面白いということが。いや、別に大喜利やってるわけじゃないですから。憧れの人の言ってるランキングですから。いや、ついにはっきりしてしまいましたね、はい、本当にね。でこれお父さんが入ってないんだって。ね、寂しいね。入ってないですね。あの、初めてだって、お父さんが憧れの人に10位に入ってないのって。へえ、寂しいね、お父さんからしたら。そうですね。でもなんか、まあ思い当たる節があるって感じでしょ。そりゃここに入ってこない理由はね。そうですね。どうなんでしょうね。そりゃ尊敬されるべき人間ではないな、憧れられるわけがないよな、ね、子供たちがそう思うでしょ。そりゃなんで僕の顔見て言うんですか。いや、世のお父さんたちにね。あの、世のお父さんたち、ね、またこう復活してほしいからね。ちょっと今はちょっと厳しいこと言うけど、やっぱりだから、それは自分の体見てね、帰りが遅いとか、自分の顔見て、あんまり接せないとか、自分の稼ぎね、自分の言動、口の臭さね、いろいろ。なんで僕の顔見て言うんですか、全部。いや、思い当たる節が、いや、それ被害者意識持たないで、あんまり、それもっと奮い立とうと、叱咤激励だと思って。いやいやいや、当然でしょ、で入ってなくて、今まで入ってたのが感謝感激でしょ、本当に。いや、だからやっぱり世の中のお父さんは、帰りが遅いとか家出るのが早いとか、やっぱり接する時間がこう短いからとかっていうのがあるんじゃないですかね。5位なにわ男子ですけど。まあそうですね、お父さんより忙しいしね。忙しい。機会ないしね。いや、でも俺テレビで見れるじゃないですか。
まあお父さんもねホームビデオでも YouTube でもやってりゃねいつでも見れますけどね。いや仕事してたら忙しいんですよ。YouTube やる時間なんてないでしょ。兄お母さんですからね、なんと言ってもね。お母さんがやっぱほら接してるから一般的にはそうじゃないですか。そうですかね、うん、そういうことなんじゃないですか、ね、一般的にお母さんと接してるっていう言い方ちょっと引っかかりそうですね。あ、そうですか。これ以上はちょっと、あ、そうですか、炎上しそうなんで。炎上するんですかこれで。いや、まあ、怖い怖い。あ、そうですか。今日のメールテーマ、いろんな最新情報ですね。いろんな情報を教えてください。ちょっとワールドカップに夢中すぎてね、はい、いろんなあの情報を取りこぼしてんじゃないかなというふうに思っております。あ、これいいね。ラジオネームアルミカ FM 福岡。昨日ザ・ファースト・スラムダンクが公開されました。僕は用事があって土日には行けなかったので情報は全てシャットダウンしておきます。水曜日あたりに見に行く予定です。ね、うん、すごい人が入ってるね、うん、私もはっきり言ってスラムダンクはしっかりあのど真ん中って感じですから、うん、すごい好きですけど、まあ行こうかなぐらいですね、うん、あんまりでしょ、もうおじさんだから。もうダッシュカッペって感じ。まあそうですね、同じバスといえばダッシュカッペ、同じバスケットのやつだったらそう、ダッシュカッペの方が、はい、私はもう完全にスラムダンクですね。ねえ、まあ、世代的なあれもあるのかもしれないですけど、うんうん、知って大体の話は知ってるんですか。スラムダンク主人公の名前は知ってます。桜木、はあ、桜木、いいよ、いいですね。桜木、うん、桜木です。桜木、うん、まあまあ合格にしてあげましょう、はい、正解は、まあ、桜木花道。花道、はい、フルネームね、はい、はいはいはい。ライバル、そのライバル分かりますか。ライバル、うん、赤木、その桜木花道のライバル赤木。ああ、惜しいね。赤、ああ、いいです、ね、赤木赤木乳業、はい、乳業あれなんですけど、ルカワって知りませんか。あ、なんか聞いたことありますね。髪長い人、深川亮、うん、深川、ね、ルカワでしょ。どっち、ルカワ亮、ルカワ髪長くないですね。長くない、はい、あ、髪長い人います。髪長い人いましたよ、ね、はい、髪長かった人がいます。髪長かったけど、うん、髪切って、うん、っていう人います。あ、そうです。名言、その人は江口洋介みたいな人ね、はいはいはい、その人は名言を言ってます。名言、はい、名言なんだと思います。ここ、諦めたら、あ、いいです、これで試合終了ですよ、うん、それはあの関ね、それ言ったら関関太しね、関太し出てこないでしょ、言ったら関太しですね。あれ、あの関ってその名前が取ったの。それは、うん、髪長い人が言ったのは、うん、安西先生なんでしょう。安西先生で名言なんて言ったと思って、安西先生、はい、あ、バスケをやらせてください。お金払いますから。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.je/dreamer Slay Night Dreamer。 さあ、ということで結構ね、なんか虫食いで覚えてるって感じね、スラムダンクのことね。だから全然知らないわけじゃないね。あのだから前もあの、うん、多分お話ししたんですけど、うん、あれ僕5巻までしか読んでないんですよ、うん、だからなんと、まあだけどまあいろいろ誰かが言ってるセリフ聞いたりとか、うん、そういうのスラムダンクはどうしてもネタで出るからね、出てくるからっていうのだけなんです。そうなんだ、から合ってるか外れてるかも分かんないっていう感じ。なるほどね、はい、まあなんとなく虫食いで知ってるなって感じ。あ、そうですか、感じがしました、うん、はい、次の方。いや、患者ですか。患者だったんですけど。病院だったんですか、ここ。あとはね、はい、だからまあ行ってもいいね、映画はね、まあ、安田さん行っても困るよね。まあそうですね、だからその登場人物が分かんなかったとか。分かんないんだよね、はい、あります。ルカは分かりますか。ルカはね、ルカってなんか、はいはいはい、流れる川ですよね。流れる川、はいはいはい、ルカは楓と言いますね。楓、はい、ああ楓、はい、木に風、はい、で赤木ね、赤木、はい、宮城、宮城、はい、宮城
宮城は初めて。山形、秋田、宮城じゃないあ、違う。え分かんないんだよ、途中まで。どっか。ルカは、はい、赤城、はい、宮城、はい、秋田、はい、山形。もう違うよね。どっからボケかが分かる。ですね。元知らないから、どっからボケかがもう分かんないんです。すいません、すいません。ラジオネーム、ボストンクラブ。はい、寒くなり、コンビニのおでんを食べる機会が増えてまいりました、セブンイレブンのおでんの出汁は全国各地の好みによって8種類あるそうですね。例えば北海道煮干し、関東は鰹節などなど、最新情報でした。まあ、最新情報じゃないですよ、もう。そうですか。古いですよ。いや、僕全然知らなかったです。いわゆるね、赤いキツネと緑のタヌキみたいなね、うん、ああいうものでさえやっぱり関西と関東味が違うと、ね、おだしがね、当然コンビニなんてそういう風にやってるでしょうね、うん、コンビニのおでんはどう食べてます？いや最近はおでんツンツン男としてね、一時一世を風靡しましたやったことないですけどね、一世を風靡したやつ、風靡はしてこおでんツンツン男って、はい、言った時にあーっていう顔ナンバーワンだよね、安田さんってね。この人、俺がね、いやこの人さ、はい、おでんツンツン男っていたでしょ YouTube で、あれこいつだよって言った時におーって言われる顔ナンバーワンあんたのと。そんな言うんじゃねえよ。そんな言い方すんじゃねえよ、冤罪なんだけど、人の紹介でなんてこと言うんだよ。おでんツンツン男って社長、社長、社長こいつですよ、ほらあったでしょ、おでんツンツン男っていうの、数年前に、あれこいつですよ。いや違いますよじゃないんだよ一個待って、おお待ってから違いますよじゃないんだよ、おーっていう、まあ、おお違いますよお前か違いますって言ってんじゃないですか。そんな盛り上がる、まあ盛り上がる、盛り上がる、一個待った方がいいな、羨ましいな言うなよそんなこと。前田大然、前田大然、前田大然はちょっと分かんない、日本代表今大体前半戦に出てるフォワードの、高井さんみたいな髪型して、はい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 、フォワードの人ね、一番高井さん、はい、いや高井さん、前田大然の思い入れが強いですよ。ああそうなんですか、似てるっつ、似てる、まあ似てる。前田大然見るとね、もうあればっかり、あれをずっと俺一人で応援歌歌ってるんですよ、うん、前田大然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 、ホイール丸善、タイヤ丸善、ホイール丸善、タイヤ丸善って、もうタイヤ丸善ばっかりになっちゃうんだけど、なんで出てくる途中から大然が強いから、大然が強い、メキシカン、はい、私有吉がときめくスパイシーでクールなメキシカン風の恋模様を募集しております。もう年内で終了が決定しております。してしまったんですね。最後のあがきを見せてほしいなというふうに思っております。ラジオネーム三平、中学の弱小サッカー部でまあまあの活躍を、ごめんなさい、中学の弱小サッカー部でまあまあの活躍をした後に親のコネでサッカーの名門校へ進学し、自己紹介の挨拶で、俺は必ず1年でこのチームの大黒柱になり全国へ名を轟かせますと大口を叩いた勇ましき俺であったが、最初の練習で同級生の三笘薫くんのプレーを見た瞬間、嘘やんめっさ早いやんエンジン違いすぎるやんまるでフェラーリとタニシやんと謎のエセ関西弁で驚嘆の声を漏らし、ついでにちょっとだけションベンを漏らしてしまう。そして練習後、股間のシミを気にしながら三笘くんに近づき、三笘くん、いや三笘さん、俺エロい DVD いっぱい持ってるんですけど、うちに遊びに来ませんかと媚びへつらったのだが、真顔の三笘くんに、ああいや行かないと冷たく断られてしまい、ショックでサッカー部を辞め、なし崩し的に高校も中退。10年後、クソみたいな居酒屋でワールドカップの中継を見ながら、
隣の席でチキン南蛮を食っているケバいおばさんに、あの三笘ってやつにドリブル教えたの俺なんですよと恥知らずな大嘘をつき、知らん、話しかけるな一括されたでされたいんだでされたいんだ一括されたくないだろう。いきます。パン、ラジオネームシドジェット気流。職場でデスクワークに励む俺、するとヤクルトレディの渡辺恵里がやってきてごめん、お兄さんが探してたヤクルト戦手に入らなかったよと謝ってきたので、あー気にしなくていいですよ、人気だから仕方ないですよねと返した。すると最近入ったばかりなのにぐいぐいと売り上げと知名度を伸ばしているというヤクルトレディの小沢魔女が乱入。魔女は小脇に抱えたバッグに大量に詰め込まれたヤクルト1000を見せびらかしながら、あら渡辺さん、こちらにいらしたの、まとまった数のヤクルト1000も仕入れられない人がこの私に売り上げ勝てると思ってるの、そう勝ち誇ったように発言し、うちの職員にヤクルト1000を売りつけていく小沢魔女を見て悔しそうに下唇を噛む渡辺恵里。俺は渡辺恵里に微笑みながら、あ俺はヤクルト好きだけどそれだけじゃ足りないんだよ、渡辺さんから手売りされるヤクルトが好きなんだよ、渡辺さん普通のヤクルト一つもらえるかいと優しく語りかけると、渡辺恵里はバッグからヤクルトを取り出して表面の水滴を吹き上げ、蓋を親指で押し込んで開けてくれましたヤクルトレディの中でもこの蓋開けサービスは渡辺恵里さんしかやってくれませんコンプライアンス、感染症対策の観点からもヤクルトに親指が入ってしまうことはダメなことかもしれませんが、これは私が望んでいることですどうか渡辺恵里さんをやめさせないでください。昔はねヤクルト指ズボッと開けて飲んでた、飲んでましたねこれエンジェラで今やんないわ、ヤクルトにズボッと指入れて開けないよね今時ね久々に聞いたな、汚れないやもうちょっと、いや面白かった、ちょっともう日記に行こう日記にします、はい、皆さんの日記を盗み読みしております。ラジオネーム赤い月、 FM 栃木、宅配便のおじさんに、あいつ来てもいてくれるから助かりますと言われた人の役に立てて嬉しい働いた方がいいと思うな本当にエールよなお前ラジオネームファミレス午前2時、じいちゃんがファブリーズをアルコールスプレーのごとく手に塗りたくっていたやっぱり昭和を生き抜いた人たちは杖やあるよね。ラジオネーム豚のあご肉、 FM 鹿児島、そこまで親しくない知り合いからマジックやるから1000円貸してと言われたので1000円渡すと、お札の真ん中をボールペンで突き刺して貫通させた後、開いた穴を指でグリグリして元通りにするマジックを見せられた。驚きよりもムカつきの方が強かった。まあ貸してるからね強がってるっていうかさはい、じゃあ1000円貸してっつって、あはいって渡してんのにさ、ネイルじゃ
ムカついた一回乗っちゃってるけどね乗っといてさ翔さん相川翔さんの大事な久々見たいなちょっとこれあれ抜けガード好きなところでちょっと止めていいからみたいな、うんうん、パラララララ止めろよ手下りがあるの手下りがあるのいや俺みんなストップって言わないと怒るっていうやつ止めろよ何やってんだよザザストップって言えよいやお前止めろよ面白いんだ毎回やったら面白いね毎回やってて面白い以上です。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今日のメールテーマいろんな最新情報でございます。はい、12月もねもう終わりますね今年もねねえ本当そうす、あっという間でございます。ラジオネーム黙るもぐら三重の栃木社長運送会社の営業所にチェーンソーを持って乗り込んだやついたじゃないですか。あれこいつですよ安田いや違います違います違います。えどっちどっちどっち。いや違いますよ。えほマジでしょじゃないんで。なんか見たことあるなと思ってたねっていう顔してるもんね。してないよっていう顔ってなんだよ。ラジオネーム天野 FM 岡山、本物のおでんツンツン男ですが本日のブレイキングダウン 6.5 に出場して TikTokerのエイリアン2機と戦い乱打戦に なりましたが惜しくも判定負けしたとのことです、うん、あそうなんです本物はどうでもいいんです。安田さんがそういう顔してそういう風に言った時ねって言ってたけどいろんな最新情報だから送ってきたんじゃないですか。あそうなのありがとう、はい、ラジオにもケーキ屋のゲンさん、はい、岐阜 FM、はい、8時台で新聞のラテ欄に笑える毒と書いてありましたが岐阜だと有吉弘行笑える毒です、ね、それもねラテ欄ね笑える毒じゃないのよ笑える点毒っていうなんかもうハッシュタグみたいなハッシュタグ笑えるハッシュタグ毒みたいな点入って笑えるさらに毒みたいな有吉弘行笑える毒だって新番組じゃないんだから始まっちゃう始まっちゃう私も毒なんてもう吐いてる場合じゃないんですよ、ね、もう毒を持った蛇を殺してる立場ですから、ね、言ってるじゃん。ラジオネームガジュマレキジムナーの森 FM 沖縄、有吉さん僕は地元の FM 沖縄でサンドリを聞いています。サンドリは FM 沖縄で49年間や愛されていたスクリーンへの招待という映画紹介番組の後番組として去年から放送開始しています。とても落ち着いた雰囲気の映画紹介番組から、うん、蛇殺しラジエちょっと見てよってこと言うなのよってこと言うのとても落ち着いた雰囲気の映画紹介番組から蛇殺しラジオへと変わったFM 沖縄の20時は沖縄のおじいおばあのチムをどんどんとさせています。サンドリが50年続くこと祈って絶対言わないでこういうことそういうラジオじゃないからマジで絶対にしてくださいサーターアンダギー水なしで食わすってよ顔向けてやろうかって
食べるなこと言う。そういうこと言うから。言うからだよ。さあ、昨日に日本テレビですよ。ベストアーティストで20年分に復活したブラックビスケッツのヒット曲です。タイミング。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 さあ、東京ハンズオン JFN スタジオから有吉弘行とエンジェルス安田がお送りしております。ポケットビスケッツ、はい、ブラックビスケッツ、ブラックビスケッツね、はい、売りなり、売りなりの、そう、はい、あれヒッチハイクで、私ヒッチハイクをやってて、はい、日本に帰ってきて、はい、結構マスコミとかが多いから、なんかホテルに缶詰みたいになってたんですよ、はいはい、その時になんかたまたまそのホテルにいて、南原さん、うん、南さんとか千秋さんとかが、はい、ウリナリチームが、ほうほう、時に初めて会ったな、南原さんに。ああ、そうですか、うん、ああ、まあそういうことか、そっかそっか。あの時南原さんが、俺らもまだ坊主で、はいはい、はい、生やしてて、はいはいはい、はい、旅から帰ってきてばっかり、ばっかりで、ね、お前ら、おお、殺されかせっか、うん、修行僧みたいだなって、うん、言われたんだけど、うん、もうその時も欲まみれだったよね。日本帰ってきて、日本帰ってきてさ、もう日本帰ってきて、あれも食べたい、これも食べたい、あれしたい、あれしたい、これしたい、何したいばっかりじゃない。もう欲まみれなんだけどさ。生島さん、修行僧みたいな。見た感じのね。あと、まあやってきたこと、うん。なんかその時、それ言われた時に、はい、期待を裏切ってはならんなと思ったら。そう、うん、もっと修行僧みたいな方がいいんだなってなんとなく思ったね。あ、そう、うん、あ、すごいすごいすごい。ラジオネームドラゴンチェーンサムライ、はい、FM 岡山。今年元旦にプロレスリングノアの武道館大会で、グレートムタと WWE スーパースター中村慎介がシングルマッチを行います。これはマジで世紀の一戦になりそうです。まあすごい試合だけど、まあ武藤さんもね、引退なさるからね、だからもう大変だね。膝が、武藤さんなんてもう20年ぐらい膝が痛くて悪くて、まともに歩けない状態ね、もう普通の生活の時はね。リングに上がってる時はやっぱりあれ、アドレナリンも出てんのか、痛み止め打ってんのか、はいはいはい、相変わらずね、すごいなと思いますけど。もうだって神奈月さんが膝が痛い武藤さんのモノマネしてもう20年ぐらい経つもんね。そうですね、確かにね。で、膝ボロボロのまま今までやってるってのはすごいよね。うん、すごいですよね。ねえ、ね、あれいつもさ、俺相葉愛も結構見てんで、今日はもうメインイベント自然薯掘りだったんですけど。そうなんですか、それは知らなかったですけど、一番好き自然薯掘りだったんですけど、はいはいはい、今日は新記録はならずだったんですけど、あれもう何年も相葉学見てんのに、うん、いつもねできないことがあんの、うん、番組の最後にナレーション神奈月杉本るみさんって出んので、杉本るみさんは番組の後半ずっとナレーションずっとやってらっしゃる女性のナレーション、うん、だからああ杉本さんだって分かるの、うん、神奈月ってずっと出てるの、うん、最初なんか最初のなんか今日はどこどこに来ましたとか神奈月さんがやってんのかな、あれ、あ、うん、それを、ね、いつも、うん、ああそう、次見るときはもうオープニングから神奈月さんがや、うん、ナレーションやってるってことを気に留めてこなきゃと思って見るんだけど、うんうん、最後にああそう、あ、神奈月さん神奈月さんの声どこでだった、杉本るみさんは分かるんだよ、はいはい、杉本るみさんは今だって喋ってたんだもんな、今な、神奈月は次の週はじゃあ神奈月次の週だったら、はい、相葉学ぶ言ってるチーム、どこ神奈月さん
全然わからない。やってんと思うんだよ。でも、まあ、でも絶対やってんでしょうね、どっかでね。いつもね、うん、聞けないんです、うん、これ読むラジオネームスパークリング、はい、今年の秋は観測史上最も暖かかったそうです。うーん、2022年の秋は日本の平均気温1998年の統計開始以降最高を更新したと気象庁が発表。また冬は平年より気温が低い見込みだそうです。どうでもいいです。そんなことないですよ。ありがとうございます。素晴らしい情報ありがとうございます。何坂の何番ですか？ AKB に始まり乃木坂から派生して、まあ、いろいろ増えているアイドルの坂道グループ、皆さんリスナーの皆さん詳しいでしょうから、最新情報を教えてもらって新しい知識を増やしていっておりますけれども、はい、もうそろそろもう限界感じてます。覚えきれないかもしれません。覚えきれない、覚えきれないかもしれませんね。そろそろひょっとしたら終わるかもしれない。そうですか。覚える気がないと言ってもいいのか。いいのかです。ラジオネーム三平、おはようございます。誤り坂46キャプテン大誤りです。昨晩犬やネズミにワールドカップの予想をさせているテレビ番組のスクショをツイッターにアップした後、くっそくだらねえ、マジくたばれや、頭ん中お花畑かよなどと印象の悪いツイートを連発し、お叱りのリプをくださったフォロワーさんに対しても、てめえみてえな間抜けが犬っころの予想に一喜一憂してやがんだな、切り落としたサバの頭にドッグフード詰めて食えやと印象の悪い反撃をしてしまいました。大変申し訳ございません。本日はコスタリカ戦後とスペイン戦後にビビるくらい手のひらを返したサッカー好き有名人たちの発言をやり玉に上げて印象の悪いツイートをする予定ですが、明日も朝一で謝罪動画アップするので何とつご容赦ください。悪いやつだな。ラジオネームロンより証拠の大ライス、あの日以来私のアイドル人生が変わりました。新曲のヒット祈願でバンジージャンプを飛ぶことになったんですが、メンバーの一人が泣き出して飛べなくなったんです。私はメソメソすんじゃねえ、うちのメスの仕事だろ、飛べよ。彼女の胸ぐらをつかみました。それでも飛ばない彼女に腹を立てた私は、何がヒット祈願だバカ野郎、オタクの汗臭い手握ってろってその場から立ち去り、グループを卒業。そんなクソみたいなアイドル界をぶっ壊すために私はこのブレイキングダウンに参加します。何坂の何番か教えてくださいっつって。やめた人はどうでもいいんですよ。ラジオネームタイガーアッパーカット、松坂18の松坂でいいだろ、もうD マットこと大輔です。なんだ大輔、D マットこと大輔、ウケちゃんと言います。はい、松坂坂18 D マットこと大輔です。昔は怪物なんて言われてましたけど、今は地下アイドルとして頑張ってます。松坂じゃん。メンバーは他に上地雄介とか松坂じゃん、藤川球児とかいます。松坂だろう。 ON 世代は松坂世代がぶっ潰すモットーに直球勝負で頑張ってやっていきますんで、 Z 世代のみんなも応援よろしく。松坂じゃねえか。大好き。大好き。松坂坂18のD マットこと大輔です。大輔松坂だろ。これあげます。ラジオネーム鉛筆男。まさかさまに落ちて出坂46のデザイアキラです。昨日ね、お花を摘みに行ったらクソにピーナッツが混ざってて味噌ピーに見えました。
アキナピーナッツが好き。どうもありがとう。ションベン。そういうことだよ。めちゃくちゃだよ。めちゃめちゃだよ。なんなのこれ。なんだろ。ふざけんなよ。バカがよ。なんだろ。ラジオネームマイルズ・ギャレット。家の中がなぜか銀杏臭い GNN46 伊調香織です。銀杏の匂いが好きなのでファンの方形チンコも差別せず慈愛に満ちたアイドルです。方形は恥ずかしいことではないよ。以上です。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.メール、ラジオネーム、東北自動車道 FM 栃木。はい、相葉学のナレーションですが、ネットで調べたら確かに神奈月さん担当されていること。いや、それは本当だから。ちなみに2014年までは、ハテナハテナハテナとクレジットされており、神奈月さんと明かされていなかったそうです。最初の、さあ今日の相葉学ぶわーとか言ってるのが神奈月さんなんだろうな、多分。でもそう、タイトルコールをなんだ、ね、そういうことなのかもしれないですよね。多分そこを やってんでしょうね。今日は千葉にやってきた、みたいな。だから神奈月さんって感じでやってないんだろうね。普通に、あの人、なんだっけ、おじさんの名前。んおじさん、あの人の本名。本名これ本名知らないですよ。神奈月さんの本名知らない。知らないですよ。神奈月聡っていうのは知ってますけど、あれ奥村聡だ。奥村さんですか。奥村聡としてやってたのだから。そう、うん、あでまた思い出さなきゃだめ。また思い出しだから、もう今日からもう神奈月さんのことで頭いっぱいにしとかなきゃいけないんだけど、もう明日ワールドカップあるか忘れちゃう。見てみようかな、ワールドカップ。でもスクランブル交差点で見てやろうかな、しかも。急に出てくるの、急にわーっつって、うん。続いて女子、おじさんの安田に世間の女子について教えてもらってます。はい、女性リスラー限定。はい、女子の気持ち学んでください。はい、わかりました。ラジオのペチャパイナウサコ。ペチャウサね。どうも、チンポの数だけ愛がある愛の伝道師チンポ沢美智子です。やめた方がいいよチンポ。ねえ安田さんだよ。早速だけどあなたのチンポ診断させて。チンポ診断。チンポの色によって心境状況がわかるから、安田も自分のチンポの色を私に教えてごらんなさい。そんなんでわかる。何、ドドメ色だって。あら、安田も悩んでんのね。悩んでる。きっと安田の心の中はね、こう思ってるはずよ。ダンゴムシ食うな飽きたな。思ったことないです。お札長年見てないな。見てます。小銭探しも疲れたな。やってません僕は。兜たちまだダンゴムシ食うの飽きないんだな。名前出すのやめてくれる。うちの家トタンすぎて草。トタンないです。あら、かわいそうな安田。全部外れ。やっぱりチンポは正直ね。そんな悩むぐらいならとりあえずお前を解放射器で焼き尽くして、これ以上悩まなくてもいいようにしてあげるわね。そんなことしないでください。我ながらなんて優しくて慈悲深いのかしら。全然優しい。これぞ愛の伝道師チンポ沢美智子ってもんよ。これぞよっ。これよってなんだよ。どこにファンいんだよお前に。ラジオネーム上白石論。ご飯はいつも大盛り。何より証拠の大ないですか。何より証拠の大ないですか。知らねえよ。いやだよ多分。上白石論。論だろ。かっこご飯はいつもご飯だろ。うん、上白石家の三女上白石論です。いいよ。安田朝ドラマ見てる？安田さん見てないです。少女モネが出てたカムカムエブリバディ。次女のモカが出てたちむどんどん。ほんで私ロンが出る安田骨になれが放送されます。ありません、そんなの。物語はロンが経営するほうれん草畑に一匹の汚いドブネズミが迷い込んだと思ったら、その正体は安田。ファンタジーなのかそれ。安田が命乞いをするのでしょうがなくクソとションベンを与えていたが、勝手にほうれん草を食べてしまう。なんで朝やってるんですか。その様子を見たロンは
安田を縛り上げ、人格と人生を全て否定し、高圧電流を流し脳みそを破壊、白目になってよだれを垂らす安田を八つ裂き、安田の断末魔を聞いてしこった後、バラバラになった安田の肉片をほうれん草畑の肥料にするんだよ。そうするわけねえだろ。とってもハートフルなストーリーだね。どこがハートフル。みんなもぜひ安田褒めになれ、見てね。見るわけねえだろお前ら。朝やってるわけねえだろそんなの。ラジオネームはおまっとちゃんはまだ16だからFM 新潟。おまっとさんでしたね。負けられない戦いはある、負けられない戦いはここにもある、うん、さあ試合の開始を告げるホイッスルが鳴りました。安田対ほうれん草、まずは安田。いいよもうほうれん草。慎重に人様の畑に侵入という名のピッチイン。いいんだよ。果たして安田はほうれん草を盗むことができるのか。おっと盗まない。安田が地面に倒れ込んだ。なんだよ何が起こったのか。どうやら害獣用の罠に引っかかり足を負傷したようです。しかし安田の目は死んでいない。はってま、はってほうれん草まで移動します。おや何やら畑を照らす光が現れました。おお誰、警官です。警官に手元の情報によりますと、安田は過去にこの畑で何度も盗みを働いており、これを受けて警察は警戒を強めていたとのこと。見つかるのも時間の問題か。おっとどういうことでしょうか。なんだよ。安田が立ち上がり、腕をまっすぐに、まっすぐ上に上げています。もしやこれは、もしやこれは擬態か。ほうれん草に擬態しているのか。この作戦は明らかな失策というよりただのバカだ。さあそしてあえなく警官に発見され、現行犯逮捕、試合終了。常習犯により情状酌量の余地なし、安田極刑に処される。なんでほうれん草で極刑。ザバミロ、ザバミロじゃねえ。日本国民がザバミロの大合唱。みんな見てんのかよ。最後に一つ言わせてください。頑張れ日本。どういうことだ。関係ねえだろお前。男ばっかりだね。常連のラジオネームしっかり吸収なプキン Z。 サイン Z だろ。どう思う。サイン Z だろ。謎かけがめっちゃうまい。ネズチ系女子です。はい、整いました。いやだよ。感謝しな。安田和弘とかけまして小便と解きます。かけないでください。その心は。かないでください、はい、どちらも臭いでしょう。そんなことない。なんでその不満げな顔は。不満だよそりゃ。まさかお前もっとかけろよとか思ってるのか。思ってない。もうやめていただきたい。分かった分かった。仕方ねえな、うん、お前がそう思うんならもっとかけてやるよ。いいいいもうしょんべんをな。くれうるせえよ。いつまでやってんだよおい。どうだ。なんだよ。たくさんかけられて満足か。満足じゃねえよ。はい、ここで整いました。なんだよ。安田和弘とかけましてションベンと解きます。そんなこと言わねえだろ。はい、その心はどちらも汚いでしょう、うん、変わんねえよそんなに。なんだよさ。なんだよ。なんだよその不満げでブサイクで。不満だよ。練習低めな顔は。練習低めなんて余計なお世話だよ。全然うまくねえよとか思ってんのか。思ってるに決まってんだろお前。分かったよ。じゃあお前がうまいって認めるまでな、うん、かけ続けてやるよ。もちろんションベンをな。うるせえ。くらえ。よく出るなお前。どうだ俺のションベンうまいか。うまくねえバカ。はい、ここで催しました。ああ催しました。安田和弘にションベンをジョボジョボーっとかけまして、このように見事に溺死させます。すると私の心は、はい、すっきり爽快でしょう。いいよ帰ろう。Day, night, dreamer, live, on air. さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマーお別れの時間近づいてまいりました。はい。今日は、うん、ラジオネームシドジェット気流の、うん、渡辺恵里さんがヤクルトの蓋親指でズボーッと穴開けて、はいどうぞっていう、あれ若槻千夏さんからいただいております。グッズ差し上げます。はい、ありがとうございます。ラジオネームカンパチ太郎 FM 岡山。有吉さん、僕は坂道グループが好きすぎて借金している公務員です。何坂の何番ですかのコーナーやめないでください。唯一無課金で坂道グループを楽しめるコーナーなんです。し
やめようかな。トシちゃん風に言ってやめようかな。トシちゃんが出てきた。僕やめようかな。やめないで。あ、僕やめようかな。やめないで。うん、やめよう。やめんなよ。ラジオネーム黒羊 FM 群馬有吉さん、相葉学ぶ神奈月どこで検索しました、神奈月さんはかつては謎の研究所の所長という設定で、相葉くんに対してその日のテーマを発表していたそうですと、杉本留美さんは神奈月さんとは別に番組内における補足、番組補足などのナレーションを行っているという役割分担。あ、それがあるんだ。その名残でじゃあ神奈月さんがずっとやってんだじゃあ。あ、なるほど。でも神奈月さんの声が認識できない。あ、どこか。はい。まあ聞いてみよう。ラジオにナイスな椅子。FM 栃木。相葉学の名物コーナー、釜ワングランプリですが、10週連続勝ち抜きで番組オリジナル釜飯をプレゼントと銘打ってますが、過去に10週勝ち抜きを達成したら2回だけ、10週はちょっと厳しすぎるんじゃないかなと。そんなことないですよ。お相手有吉弘樹と安田でした。また来週、さよなら。